この間ノエルん家にね、フレアとノエルとフブちゃんと行った時に、なんかフブちゃんが、え、でもマリンちゃん背中気持ちよくしてあげる、ちょっとうつ伏せになってって言われて、え、なになにってさ、うつ伏せになったらさ、ものすごい力で背骨のところフンって落ちてきて、もうすっごい力で走馬灯見えたもんね。うん、殺されるんだって思った。背中からバキンって落とした、折れたと思ったもん、死んだかもって。フブゴリ殺されるかと思ったよね。そう、意外に強い一面を持っている白髪なのであった。すっきりした、ちょっとすっきりしたけど、普通に痛かった。でもちょっと気持ちよかった、ちょっとグキッつってちょっと気持ちよかったね。うん、なんか彼氏の骨を折っちゃった彼女のなんかあのニュースみたいなの昔見たんだけど、それを思い出したもん。あ、折られたなこれって。ふぶちゃんは彼女ってこと。最近ふぶちゃんともねなかなかやってますからね。